ピチッとしたやつを着がちになる感じ。これは割と S な感じです。はい、こんな感じ。こんにちは、トマキです。今日はマイプロのウェアがいくつか届いたんで紹介します。今回初めてマイプロの T シャツを買いました。 T シャツ2つとバックパンツ1つとロングパンツとあとタイツのようなものを買ったんで紹介したいと思います。まずは T シャツの一つ目から紹介します。マイプロで買うとこんな感じで一つ一つ袋に入って届きます。一つ目の T シャツがスカルプトシームレス T シャツ。これ S サイズでセールの時に買って1531円でした。結構安いと思います。生地はこんな感じで、あのスポーティーなタイプのやつです。でロゴはこの胸のとこに少し、あるぐらいですね。結構マイプロの主張が薄めの T シャツとなってます。 S サイズ着てみます。はい、こんな感じです。で僕の身長が168センチで体重が今75キロぐらいです。これ結構タイトにフィットしてます。こんな感じです。すごいなんかスポーツやってるみたいな感じです。でちょっとなんかちっちゃいんで M でも良さそうなんですけど、これなんで僕 S サイズ選んだかっていうと、あのマイプロの購入サイトのモデルがこれを着てる写真があります。でその写真見ると185センチぐらいの人が M サイズ着ててなんかいい感じに着てたん で僕身長168なんで、あもうこれは S しかないかなと思って S を買ったんですけど、まあ、実際にはもうちょっと大きくても良かったのかなと思います。まあこれ1500円でこれなんで結構いいかなって感じです。じゃあ次に2つ目の T シャツに行きます。2つ目の T シャツもロゴがあるのかな。あ、ロゴがあります。すごい見にくいんですけど、ロゴがここにちょろっとロゴがあります。僕結構無地が好きなんで、これぐらいのロゴでいい感じかなと思います。安い割にはしっかりしてます。ちゃんとね、どうせこれ中国製なんですけど、まあちゃんと、作られてます。これも通気性のいいあのスポーティーな生地です。はい、こんな感じです。あ、これは割と S サイズでもいい感じです。これはニット T シャツの S サイズで、セールの時買ったんで1771円です。さっきのよりちょっとだけ高いですけど、まあ1700円なんで、まあ妥当な値段かなと思います。まあさっきも言いましたけど、マイプロあるあるとしてモデルさんが高身長すぎてサイズ感が全然つかめないっていうのがあります。今回のも多分188センチぐらいの人が M サイズをなんかいい感じに着てたんで僕は S にしました。170センチぐらいの人なら S でいいのかなって感じです。さっきの T シャツもそうなんですけど、これもすごいあの着心地がいいです。次はフォームプロジョガーブラック M サイズを購入しました。これは前回買ったやつの色違いですね。これすごい気に入ったんで、今度はこの黒バージョンを買いました。これもロゴはこのズボンのポケットの下にチロッとあるぐらいです。これ何がいいかっていうと、結構あのこの生地が僕は好きですね。このちょっとサラッとしたタイプのやつです。ドリフトとかするときにバーが太ももとかに当たるんですけど、これサラサラしてるんで当たっても問題なくスムーズにデッドリフトができるんで、これ気に入ってます。はい、こんな感じです。168cm M サイズで、ちょっと少し丈が長いんですけど、この太ももの周りとかが少し余裕があってゆったりしてるんで、僕は M サイズを選びました。ジッパー付きです。これロゴついてるんですけど、まあ、前回買ったのも同じようなロゴがついてます。でそれとはちょっと違う種類のパンツなんですけど、これもロゴが同じようにゴムのやつがついてたんですけど、これ乾燥したら一発で取れました。これはシティジョガーみたいなやつだったと思います。乾燥機一発でゴム取れて、まあなんかそれの残りののりしろみたいなので、このロゴみたいになってます。まあロゴはちっちゃいんで僕はあんまり気にしてません。まあ乾燥機かけない方がいいかもしれないです。このフォームプロジョガーの値段はセール後で3163円です。3000円にしては結構いい生地なんじゃないかなと思います。すごい肌触りがいいです。次なんですけど、次はこのタイツです。このタイツはメンズのタイツなんですけど、ベース4分の3タイツブラックの S サイズです。これもセールの時に買って2300円でした。でロゴなんですけど、こんな感じで腰のとこにあるのと、裏もこうちょろっとついてます。
足のところにこう MP ってついてます。他は特についてなくて、ほぼ無地みたいな感じです。はい、履いてみました。こんな感じです。でこれ実はもう何回か使って乾燥機とかもかけてるんですけど、そんなに縮んだりなんか糸がほつれたりはしてないです。結構綺麗にこれも作られてます。これただのタイツなんで、なんかスクワットした時に膝を守ってくれるとか腰を守ってくれるっていうのじゃないです。こういうタイプのとこを組み合わせて、モデルの人は使ってました。これ想定されたデザインより多分僕の足が短いんで、なんか3分の4って感じじゃなくて、なんかほとんどフルのタイツになってます。でこのズボンも本当はもうちょっと膝上まで、本当はもうちょっとこの辺になる感じなんですけど、まあこれも、足が短いんで、ほぼ膝上のとこまで来てます。これは筋トレ始めた人誰でもあると思うんですけど、トレーニング始めたての時って少しずつ筋肉がこうついてきて、胸とか腕とかが少しずつ厚くなって太くなってって、すごいそれを見せたいと思って、こういうピチッとしたやつを着がちになります。僕の中にもそういう気持ちがまだあって、時々こういったピチッとしたサイズを着てトレーニングしたいみたいなことを思ったりします。でさらにこれが進んでいくと、多分ボディービルダーの人たちとかっていうのはもうこういったピチッとしたやつはもう窮屈で、逆にもう今度は大きいオーバーサイズの洋服とか着出すと思います。ボディービルダーなんかがよく着てるでっかい T シャツ、この辺ぐらいまであるやつ、そういう大きいのを着てても着しきれない筋肉があるみたいな、あれがめっちゃかっこいいなと思います。あれぐらいに将来なれたらいいなって思ってます。はい、では次なんですけど、普通のなんかパンツです。これアンダーウェアの方のパンツです。これ3枚組で入ってました。僕パンツいつもユニクロで買ってるんですけど、今マイプロのポイントが溜まってたんで、無料で買えるなら、マイプロでいいかなっていう感じで、マイプロでパンツを買いました。このパンツはそんなにかっこよくないですね。なんか主張がちょっと激しいような気がします。でも普通ですね。ちょっと薄いかなって感じです。パンツなんて人前で普通見せないんで、まあ別に気にならないかなって感じです。最後なんですけど、最後はスウェットの半ズボンみたいなのを買いました。日焼けからちょっと暑いところに行くんで、こういった短いのが欲しいなと思って買いました。これはロゴがまあまあ入ってます。こんな感じです。マイプロテイン、これはサイズは S サイズです。でこれもセールの時に買って1483円でした。1483円なんでまあまあかなと思います。ロゴが大きくて嫌って人にはあんま向いてないかもしれません。ちょっと着てみます。はい、こんな感じです。質感としてはすごい涼しいです。結構薄いタイプのやつです。はい、以上で今回の内容は全てです。今回初めてマイプロの T シャツ着てみて思ったんですけど、身長が170ぐらいの人とかはまあ S サイズでいいんじゃないかなと思います。このマイプロのこういったピチッとしたやつは結構細身の人用に作られてるのかなって感じがします。なんで結構体鍛えてる僕よりもっともっと太い人たちにはちょっときついんじゃないかなと思います。結構体細めに作られてます。まあ僕でちょうどいいくらいの感じです。今回はマイプロのウェアをいくつか紹介したんですけど、過去にはプロテインや BCAA、EAA、あとマイプロのスナックなんかについてもレビューしてますんで、気になる方は動画概要欄にプレイリストを貼っておきます。最後にそういった過去の動画を見てくれて、僕の紹介コードを使ってくれた皆さんありがとうございます。今回もそうやって友達紹介制度から入ったポイントで購入しましたんで、僕が払ったのはまあ関税と送料ぐらいです。関税と送料は今回700円ぐらいでした。現在僕大学4年生でちょっと卒業論文っていうのが、あります。で今ちょっと卒業論文の制作にちょっと追われてて、こんな感じで YouTube の頻度が、週に1回出すか出せないかぐらいに落ちてるんですけど、もうすぐしたらそれも終わって落ち着くんで、もうちょっと頻度高めで YouTube アップしていこうと思います。で僕のチャンネルでは結構マイプロテインの動画再生されるんで、これからもちょこちょこマイプロの商品を、アップしていこうと思います。別にこの動画を通してマイプロからお金をもらったりとかしてないんで、まあ普通に思ったことをそのまま感想として伝えたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。早めな感じで僕は好きです。はい、イギリス人の体格に合わせて作ってるのかなと思いました。
例えば、こんにちは、ともあきです。今日はマイプロのウェア買ったんで、サイズ感とか質感、値段について紹介したいと思います。マイプロ100点以上ウェアが用意されてあって、まあいろいろあるんですけど、今回4種類買いましたんで、それについて紹介したいと思います。